はい、それでは午後の学びに入りたいと思います。一言お祈りをさせていただきます。愛する御在天のお父様、今日は午前中のライブ配信で機材トラブルによって途中で配信が止まってしまったことをどうぞお許しください。その学びの補足としてまたこの午後の学びをいたしますが、どうぞあなた様の守りのうちにこの学びを全うすることができますように、そして必要な教訓がここに与えられますようにお願いいたします。この祈りを感謝して、愛する救い主イエスキリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。はい、それでは、今日午前中の礼拝で、機材トラブルでですね、ちょっと途中で配信が途切れてしまったことをお詫び申し上げます。この午後の学びはですね、そういうことがないように、祈りつつ進めていきたいと思います。今回の学びの、お話のテーマですね、助言者がいる間にという、そのようなタイトルで学ぶわけですけども、今回のこのお話のテーマは、私にとってですね、非常に恥ずかしい部分もありますけども、できればちょっとこの、昨日午後の学びどうしようかなと本当に思ったわけですね。この私の恥ずかしい、弱点というところからね、今日お話をさせていただいたんですけども、これを午後の学びでどうして話そうかなと思ったんですけども、ちょっとライブ配信も途切れてしまいましたので、非常に補足をする必要性も感じまして、それでちょっとね、学びの方をまたしっかりとやっていきたいと思います。まず今回のお話の中でですね、弱点について皆さん弱点ありますかということでね、最初投げかけさせていただきましたけれども、私もその自分の弱点をですね、今回テーマにしたわけですけども、その理由としてはですね、私と同じ弱さを持っている、クリスチャンも少なからずいらっしゃるんじゃないかということで、それでこの、ぜひですね、この弱点というテーマから何か教訓を得ることができればと思いまして、それで、そのようなお話の内容にしました。そして、実は聖書の中にもですね、こういう、みんなそれぞれ弱点があるんですけども、私とちょうどこう弱点が重なるような、人がいましたので、その人から教訓を得たいということで、今回その中でですね、テーマに挙げる人なんですけど、レハベアムという人なんですね。で、このレハベアムって誰かということですけども、まずソロモン王と言いました。でソロモン王、皆さんご存知ですけども、ソロモン王の息子であって、そして初代南ユダ王国の王様であるということですね。ですので、ちょっとこのレハベアムについてですね、学んでいくんですけども、彼がなぜ、王様になっていくかというね、もちろんソロモン王の息子なので当然とはいうものの、ちょっといろんなことが絡んでくるわけですね、彼が王様になるまで経緯においてですね。その中で、このソロモン王はですね、皆さんよくご存知かと思いますけども、神様から知恵が与えられた知恵の賢者、もう世界的なこれは知恵の賢者でしたので、非常に有名な、王様でしたけども、神様から与えられた知恵をだんだんとこの、自分の知恵に頼り始めて、そして神様から独立して、自分の思い思いに振る舞うようになってきたというね。でどこまで彼がおかしくなったかっていうことなんですけど、異教の祭壇を、彼はね作って、そこで、異教といったら忌まわしい儀式があるわけです。例えば、子供を犠牲に捧げるとかね、人間の子供ですよね、そういうことを彼は平気でするようになってしまったと、そこまでおかしくなってるわけですね。はい、ちょっとそういう引用文がねここにありますから、確認してみると、ちょっと待ってくださいね、こういうふうに書いてあるわけですね。このようにソロモンは
主の目の前に悪を行い、父ダビデのように全くは主に従わなかったと。まあ、全くはというのは、最初の、ね、状態は彼は、神様から知恵が与えられて、その知恵を神様のために用いていたわけですが、途中からソロモンはモアブの神である、まあ、モアブ人の、ね、信じている神である、憎むべきものケモシという偶像だったり、またアンモン人の神である憎むべきモレク、その偶像礼拝を始めたと。そしてエルサレムの東の山に高きところ、まあ、祭壇のことですね、祭壇を築いたと。そして彼は、まあ、自らそういうことを行ったわけですけども、外国のすべての妻たちのためにもそうしたと。彼女たちはその神々に香を焚き犠牲を捧げたと。このようにソロモンの心が転じて、もともと本当に祝福の中にあった王が転じたわけですね。イスラエルの神主を離れたため、主は彼を怒られたとあるわけですね。で、この神様の、怒りを受けて、ね、まあ、その根拠として、主がかつて二度彼に現れ、このことについて彼に他の神々に従ってはならないと命じられたのに、彼は主の命じられたことを守らなかったとありますので、まあ、故意に神様に背を向けたわけですね。はい。で、何が、まあ、こういうですね、ソロモン王の廃墟に、まあ、連なっていったのかっていうことなんですけども、まあ、それは、ここにもあるんですけども、彼はまた外国のすべての妻たちのためにそうしたということで、まあ、彼はですね、外国の女性を非常に愛したと言われてますね。はい。で、まあね、妻と目かけ合わせて1000人ぐらいいたと言われていますので、まあ、それ外国から、ね、集めたといいますか、迎えたといいますか、一応ね、まあ、最初は外交政策としてね、政略結婚のような、もうこれも人間の知恵ですけど、まあ、そういうことをやってるうちに、まあ、彼はだんだん引っ張られていったわけですね。はい。そして結局神様よりも、まあ、こういう外国の女たち妻たちの影響によって偶像礼拝に陥ってしまったと。そこで神様は、まあ、彼に、まあ、あることを宣言されるわけですね。まあ、それが何かっていうと、まあ、次の引用ですけど、それ主はソロモンに言われた。これがあなたの本心であり、私が命じた契約と定めとを守らなかったので、私は必ずあなたから国を先離して、それをあなたの家来に与える。神様は今ソロモンのこの国はね、イスラエル国家は非常に繁栄して、まあ先代のダビデ王の領土よりももっと拡張されて大きくなってましたけども、それを分裂させると。そして分裂したものをあなたの家来に与えるということを神様は宣言されたんですね。しかしあなたの父ダビデのためにあなたの世にはそれをしない。だからソロモン王が生きている間にはそうならないけれども、あなたのこの手からそれを先離す、つまり、まあ、後継ぎのね、ソロモンの子の時代から国は分裂するであろうと。ただし私は国をことごとくは先離さず、私のしもべダビデのために、また私が選んだエルサレムのために、一つの部族をあなたの子に与えるであろうと。まあ、分裂するけど、全てもう分裂して彼から取られるわけではなくて、ね、彼の子孫から取られるわけではなくて、まあ、一つの部族を残すと神様おっしゃったわけですね。はい。そして、この分裂したものの、まあ、大部分、まあ、南北にこう分裂するんですけども、まあ、特にその分裂した部分をあなたの家来に与える、国を先離して家来に与える、ね、これが、まあ、先ほどの、まあ、北と南に、ね、分裂するんですけど、北の方のイスラエル、北イスラエル王国、 こちらの方をですね、そのソロモンの家来に与えるということを神様はおっしゃったわけですね。そして、でもことごとくは与えないと。一つの部族って書いてあるから、ユダ部族を、ね、この
あなたの子に与える。このようにしてソロモンの時代が終わった後にイスラエル王国は2つに分裂して、それぞれ北が、ね、あの家来が治めて、南をあなたの子が治めると。そしてそれぞれ名前がですね、北イスラエルがヤラベアムと、南ユダ王国がレハベアムという名前なんですが、皆さんこれ名前が似てませんか。これレハベアムとヤラベアム、ベアムってもう共通してますからね。レハかヤラの違いなんですけど、皆さんこれどういうふうにして覚えますかね。こんな似てる名前で、まあそれぞれ覚え方はあると思うんですけどね、どうですか、もう丸覚えするのか。まあ僕はどちらかというとですね、まあこの、ダビデの、ね、血筋ですので、まあ、ダビデの直系の家系ですかね、まあ、レハベアムの方ですけども、まあ、ちょっとあのブルーでわざと書いてますけど、何かあの僕のイメージの中ではですね、レハベアムってこうなんかブルーのような、まあ、色でちょっと覚えてるみたいなんですね。でヤラベアムっていうのが少しなんかこう、まあ、何ですかね、これ黄土色って言いますか。ブルー、なんか直径がブルーみたいな感じが僕の中にあって、よく分かんないから。まあ、北イスラエルの方は、まあ、家来ですからね、まあ、ヤラベアムの方なんですけども、まあ、こういう黄土色みたいな黄色みたいな感じですかね、まあ、こういうふうにして、まあ、僕の中で覚えてたので、まあ、そのイメージをちょっとこれに出させてもらったんですけども、まあ、なんせ名前が似てますので、まあ、頭をこれちょっと整理したいということでね、まずはこの北イスラエルの、まあ、家来と言われているヤラベアムの方からですね、頭を整理していこうと思います。で、聖書の中にね、彼についてこう書いてあるわけですね。ヤラベアムは非常に手腕のある人であったが、ソロモンはこの若者がよく働くのを見て、彼にヨセフの家のすべての強制労働の監督をさせたと。その頃ヤラベアムがエルサレムを出た時、白人である預言者アヒアが道で彼に会った。アヒアは新しい着物を着ていた。そして彼ら二人だけが野にいた。アヒアは着ている着物をつかんで、それを12切れに裂き、ヤラベアムに言った。あなたは10切れを取りなさい。イスラエルの神主はこう言われるということで、まあ、預言者アヒアがヤラベアムと会って、まあ、二人だけそこにいたわけですけども、まあ、自分の新しい着物を着ていたのを、まあ、わざと12切れにそれをまあ、破いて裂いたと書いてありますね。そしてそのうちの10切れを取りなさいって、これつまり12部族の10部族をあなたが取りなさいっていうことをここで象徴しているわけですね。そしてイスラエルの神がどう言われるか、見よ、私は国をソロモンの手から裂き離して、あなたに10部族を与えよう。まあ、先ほどの12分割したうちの10の部分を与えようと。私があなたを選び、あなたはすべて心の望むところを治めて、イスラエルの上に王となるであろう。もしあなたが私の命じるすべてのことを聞いて、私の道に歩み、私の目にかなうことを行い、私のしもべダビデがしたように私の定めと戒めとを守るならば、私はあなたと共にいて、私がダビデのために建てたように、あなたのために堅固な家を建てて、イスラエルをあなたに与えようということで、まあ、あの最初に祝福の約束がここで与えられたわけですね。はい、今まで、ね、家来だったものが王様になるということを預言者から言われたわけですけれども、もちろんソロモンは、まあ、このことを、ね、家来に与えるって聞いてますので、まあ、どの家来かなという、多分そういう目で見てたと思うんですね。まあ、どうやらそれが、ね、あのヤラベアムのようであるということが分かったわけですね。そうすると、まあ、ソロモンはね、これをなんとか阻止できないかなということで、結局このヤラベアムを殺そうとするわけですよね。ソロモンがそういうことをね、まああのまあ、晩年悔い改めてと言いますけども、この殺そうとするあたりはどうだったんでしょうかね。まあ、晩年には変わりないと思うんですけども、なんかちょっとサウル王に似てますけどね。そのようにして、まあ、ヤラベアム命を狙われるので、それで彼は、まあ、命の危険性を感じてエジプトの王のところに逃げていくわけですね。
まあ、その様子が列王記上に書いてあるわけですね。ソロモンはヤラベアムを殺そうとしたが、ヤラベアムは立ってエジプトに逃れ、エジプト王シシャクのところへ行って、ソロモンの死ぬまでエジプトにいた。ソロモンのそのちょっといきなり映らなくなりましたね。ちょっとお待ちくださいね。機材がまた調子が悪くなったから、ちょっとお待ちください。あ、来ましたね。はい。どこまで読んだか忘れましたね。はい。ソロモンは、ヤラベアムを殺そうとしたが、まあ、シシャク、エジプト王シシャクのところに行って死ぬまでエジプトにいたということで、そして下の方に行きますけれども、ソロモンはその先祖と共に眠って、つまり死んで、父ダビデの町に葬られたと。そしてその子レハベアムが代わって王となったと書いてありますね。はい。その子レハベアムがこちらですね、南ユダ王国の、私の中でブルーのようなイメージがある、まあ、そういうレハベアムがソロモンの王位継承者となったということですね。で、彼が王位につくということは、もうソロモン死んだということですので、今エジプトに逃げているヤラベアムはですね、ソロモンから命を狙われる、ね、恐れがなくなったので、戻ってくるわけです。で、その時にね、イスラエルの人たちが、彼をヤラベアムを招いて一緒にこの王のとこに行ってあるお願いをするんですね。それは何かっていうと、実はソロモン王は今までこのイスラエルのために重税を課したりですね、非常に過酷な、労働を強いていたと、ね、そういうことをあなたがしないんだったら私たちはあなたの家来になりますよということを、伝えるわけですね。その部分がここですね。レハベアムはシケムへ行った、これはソロモンの子供の方ですね。なぜか全てのイスラエル人が彼を王にしようとシケムへ行ったからであると。シケムという場所で、王位のこの継承のね、戴冠式のようなものがあったんでしょうね。ネバテの子ヤラベアムは、これエジプトに逃れている家来ですね。ソロモンを避けてエジプトに逃れていたと。なおそこにいたが、これを聞いて、ソロモンが死んで、その子レハベアムが王になったと聞いたのでエジプトから帰ってきたと。そして人々は、彼を招いて、そしてこのヤラベアムを、ね、招いて一緒にレハベアムのところに来ていったと。父上は、これはソロモンのことですけども、我々の首輝を重くされましたが、今父上の厳しい刺激と、父上が我々に負わせられた重い首輝と軽くしてください、そうすれば我々はあなたに仕えますという、これをレハベアムに言ったわけですね。そしたら、彼は3日間、時間の猶予をくださいと。でも3日間が終わったらもう一回そこに来てくださいと言って、民は立ち去ったということですね。で、今このことを考えているのはレハベアム、ね。実際にね、ソロモンはそんなことをやっていたわけですよね。そして、次の王様であるレハベアムに、ね、そこを考え直して、あなたがそうならないんだったら、あなたに使いますという、もうこれは、ね、ある意味何でしょう、もう国を平和に治めるためにね、そういう交渉がなされているので、彼はそれに応じるべきだったんですね。その前に彼はこれを相談しようと思いました。で、誰に相談しようと思ったかっていうと、先代のソロモン王が信頼していた、長老たちがいたんですね。相談役の長老たちがいたんですね。で、彼らは経験も豊かですので、彼らのところに行ってこのことを伝えるわけですね。はい、そしたら彼らは何と言うかというと、こういうふうに言ったんですね。レハベアム王は父ソロモンの存命中にソロモンに仕えた老人たちに相談していった。このためにどう返答すればよいと思いますか。彼らはレハベアムに言った。もしあなたが今
この民のしもべとなって彼らに仕え、彼らに応えるとき、年頃に語られるならば、彼らは永久にあなたのしもべとなるでしょう。はい、この長老たちの思慮深いことですよね。あなたが今日この民のしもべとなって、王様に言ってるんですよ。レハベアム王に、あなたが彼らのしもべになって、そして彼らに仕えるんだったら、彼らは永久にあなたのしもべとなる。つまり、良い、ね、王様と民の良い関係がここに見えるわけですけど、でもこれって実は聖書の教え、特に、人の上に立つ人たちの、ね、そういう役割を担う者たちのあるべき姿なんですね。イエス様もね、この世に来られたのは使えるため、使えられるためではなくて、使えるためにこの世に来たと、ね、頭になりたいものは使えるものになりね、というふうにおっしゃったようにですね、これは聖書的な的確なアドバイスなんですね。しかしこれを聞いたこのレハベアムはですね、自分が思い描いている王様の姿は こういう姿なわけです。こういう自分が思い描いている威厳のある王様の姿とは違う、なんか民にこう仕えている、ね、そういう姿、これとてもちょっと受け入れられないと彼は思ったんですね。そこで彼は、今彼の相談役となっていた、かつての自分の仲間たち、まだ多分彼が王子って言いますか、まだね、ソロモンが王様の時に、仲が良かった、ね、自分の友人たち、仲間たちがいたんです。彼らをおそらく王宮に呼んでですね、相談役になっていると思うんですけど、彼らにわざわざもう一回同じアドバイスを求めるんですね。そしたら彼らが何と言ったかというと、この相談したところからですね、しかし彼は老人たちが与えた勧めを捨てて、自分と一緒に大きくなって自分に仕えている若者たちに相談して彼らに言った。この民が私に向かって、あなたの父が我々に負わせた首輝きを軽くしてくださいというのに、我々は何と返答すればよいと思いますか。彼と一緒に大きくなった若者たちは彼に言った。あなたに向かって父上は我々の首輝きを重くされましたが、あなたはそれを我々のために軽くしてくださいというこの民にこう言いなさい。私の小指は父の腰よりも太い。父はあなた方に重い首輝きを負わせたが、私はさらにあなた方の首輝きを重くしよう。父は鞭であなた方を凝らしたが、私はサソリを持ってあなた方を凝らそうと。この言葉を、特にその私の小指は父の腰よりも太いっていうこの表現ですね、ソロモンよりも自分の方が大いなるものだっていうアピールですよね。重い首輝きをさらにもっと重くしようと、そう言いましょうっていうことでね、無知じゃなくてサソリを持ってあなた方を凝らそうと、そう言いましょうっていうことになったわけですが、なんとこの、若者たちの、勢いはあると思うんですけど、思慮が浅くて愚かなのかっていうことですね。なんと言いますかね、若者特有のですね、そういう生きてる状態と言いますかね、彼らは今ついに権力が自分たちに、与えられたので、もう今まさにその、権力に乗じてというか、調子に乗ってって言った方が分かりやすいと思いますけど、この権力の欲しいままに振る舞うならば、全て自分たちの思い通りになると、そういうふうに思っていたわけですよね。そして、このレハベアムも、知るが浅い王でしたので、自分のこの王としての威厳を、保つ、そのプライドを保つためには、また自分が若いということで民に侮られてはいけないと、若いから舐められてはいけないということでしょうかね。そうしてこの若者たちのアドバイスの方をあえて聞き入れたということなんですね。実際にこういうことを言ったわけですね、彼は。さて、ヤラベアムと民は皆、王が3日目に再び私のところに来るようにと言った通りに、3日目にレハベアムのところに来たと。で、王は荒々しく民に答えて、もうこの辺からですね、
まあ、大いなるものを見せたい、自分が、ね、この大いなる王のように、まあ、荒々しいというのが多分彼にとってね、そういう威厳に見えたんです。この辺も浅はかにも言えるんですけどね、老人たちが与えた勧めを捨てて若者たちの勧めの方に従ったと。そしてまあ先ほど言ったようにね、くびきをもっとさらに重くしようと。鞭はサソリでね、サソリに書いてあなた方を凝らそうと言ったと。でこれを、聞いた時にね、民は本当に失望するわけですよね。だけど、まあ、ここに、これはかつて主が白人アヒア、あの預言者ですよ、あの着物を分割させた十二分割、ね、あのアヒアがヤラベアムにあなた十部族を治める王になると言った、あの言葉を成就するために主が仕向けられたことと書いてありますけども、この言葉です、この表現ですけども、主が仕向けられたっていうことは、ね、もしかするとある人はこう考えるわけです。この本当はヤラベアムっていい王様で、民にね、あの民の言うことを聞いて、ね、いい関係を築きたいと思っている王様を無理やり過酷な王にしたんじゃないかと。いや、そういうことじゃなくて、実はこれは、神様が調子に乗っているこの王様をそのままの状態に放置されたということなんですね。そして結局この浅はかな言葉によって、レハベアム王は、ヤラベアムとそしてイスラエルの民を失望に陥れたということですね。その失望した時の彼らの言葉がここにありますね。イスラエルの人々は皆、王が自分たちの言うことを聞き入れないのを見たので、あんなこと言うからですね、サソリとかね、民は王に答えていった。我々はダビデのうちに何の分があろうか、エッサイの子のうちに修行がない。イスラエルよ、あなた方の天幕へ帰れ。ダビデよ、今自分の家のことを見よう。そしてイスラエルはその天幕へ去っていった。捨て台詞じゃないですけど、ダビデのうちに修行がないというのは、もうこのダビデのこの家系といいますか、これ王の、ね、家系ですけども、そこともう自分たちはもう関係ない、修行がないというのは、ね、そういうことですよね。ここと関わっていても、自分たちには修行がないと。彼らの中で、ね、このなんて言いますか、彼らは王に嘆願したのをあまりにもこのようにしてですね、浅はかな言葉によってあしらわれたので、それで彼らはもうこういうね、これ反抗するしかないというふうにね、結局はそう進んでしまうわけですけどね。はい、しかし神様はレハベアム王がですね、そんな過酷な取り扱いをこの国民にすると宣言したことをそのままお許しにならなかったんですね。どういうことかっていうと、これは結局イスラエルの民が彼に反抗して、そして立ち上がって、それが元で王国がこのように北と南に分裂する、そういう方向にこう進んでいくようになっていくわけですね。はい、そしてこのことについてエレンホワイトはこう書いてるんですね。もしレハベアムと未経験な彼の助言者たちがイスラエルに関する神の御心を理解したならば、彼らは国家の行政に決定的改革を求める国民の要求を聞き入れたことであろう。しかしシケムの集会においてやってきた後期に際して、彼らは原因から結果を推論することをしなかった。こうして彼らは多くの人々に対する彼らの影響力を永久に弱めてしまった。ソロモンの時代に始まった圧政を継続し、それをさらにそれを重くするという彼らの決意の表明は、イスラエルに対する神の計画とは正反対のものであった。そしてそれは人々に彼らの動機の真実性を疑わせる十分な理由であった。王と彼が選んだ助言者たちは、この愚かで無慈悲な方法で権利を行使することにより、自分たちの地位と権威を誇ったのである。荒々しい王の態度だったり、ね、ああいう、強気な発言だったり、
まあ、これが、まあ、この権力だと、民をうまく治めるための権力者の姿だと思い込んでいたわけですね。主はレハベアムが宣言した政策を実施することをお許しにならなかった。各部族の中にはソロモンの治世の圧政的政策に十分目覚めた人々が幾千とあった。そして彼らは今やダビデの家に反逆するほかは道がないと考えたということで、まあ、反逆心というのがね、もう明らかになっていくわけですね。はい、ですのでもうこのレハベアムを王としても認めないと、自分たちは使えない、彼には使えないと、まあ、そうするとどうなるかっていうと、ヤラベアムを自分たちの王にしようということで、そのような流れでこのヤラベアムが王になったということなんですね。はい、名前は似てますけども全然ね、経緯が違うということですね。はい、で、まあ、この反逆心がですね、もう公然とその反逆心がね、まあ、表されるような事件が起きるんですね。というのが、まあ、レハベアムは自分が言ったことによって、まあ、民が失望するのを見たし、そして自分からさーっとこの民が離れていくのを彼も感じたわけです。ちょっとまずいなと、これは。それでちょっと自分の浅はかなこの宣告によって、まあ、多くの民が去ったと、まあ、何とかねこれなだめようと、この反抗心をなだめようと思って、まあ、彼はですね、平和の施設といいますか、まあ、仲たがいしているものをね、この中保者としてアドラムという人をね、民に使わせたわけですね。しかしイスラエルの民はこのアドラムを殺してしまったんですね。まあ、つまりもうあなたとはもう一緒にやっていかない、あなたには使えない、まあ、そういう反逆の意思表明として、まあ、これでヤラベアムを自分たちの王として立てたということですね。はい、レハベアム王は帳簿の監督であったアドラムを使わせたが、イスラエルが皆彼を石で撃ち殺した。もうこれ反逆がもう公然となったわけです。レハベアム王は急いで車に乗りエルサレムへ逃げた。まあ、ちょっと命の危険を感じたんでしょうね。こうしてイスラエルはダビデの家に背いて今日に至った、まあ、つまり南北分かれたっていうのはこういうことですね。イスラエルは皆ヤラベアムの帰ってきたのを聞き、人を使わせて彼を集会に招き、イスラエルの全家の上に王とした。ユダの部族のほかはダビデの家に従う者がなかった。まあ、ユダとベニヤミンもね、まあ、ダビデの家に従うことになるんですけども、はい、これがですね、まあ、レハベアムとヤラベアムのように、ね、北イスラエル南ユダ王国に分裂した経緯によりますね。はい、これはもうレハベアムのあの言い切ったあの言葉で取り返しがつかないことになってしまったということですね。はい、エレン・ホワイトもねこのことについてこう書いてるわけです。レハベアムの軽率な言葉が作った裂け目は取り返しのつかないものとなった。この時以来イスラエルの十二部族は分裂し、ユダとベニヤミンの部族がレハベアムの統治のもとに南のユダ王国となり、北方の十部族はヤラベアムの統治のもとに別のイスラエル王国を建設してそれを保っていった。こうして王国の分裂を予言した預言者の言葉は成就したということですね。で、まあ、実はこの歴史的な背景を私は知ってまして、まあ、今回ですね、その弱点の話に戻りますけども、レハベアムの弱点と私の弱点っていうのがこれ同じだなっていうことに気がついたんですね。これを気がついたときに、まあ、彼を題材にしようと思ったのはまさに、まあ、私の弱点を見るようなところだったわけですね。まあ、それ何かと言いますと、助言者の忠告の言葉に従わない、まあ、そのような傾向があるということでした。まあ、これ私の弱点なんですけど、ただこれお話に使うということは実はもしかしたら、まあ、私、ね、クリスチャンの中にも、まあ、特にですね、まあ、教会の中で指導的な立場に立つ方々や、
もしくは長年クリスチャンやってるね、まあ、信仰歴の長い、まあ、ベテランクリスチャンの中にも私と同じ弱さ、まあ、助言者の忠告に、忠告の言葉に、まあ、聞き従わないというそういう弱点を表してしまう方もおられるかもしれないと思って、それで今回この話をすることになりました。まあ、実はですね、神様は必要に応じて私たちの周りにこういう助言者の役割を担う人たちを使わされるわけですね。まあ、私の場合はそれが、まあ、妻であるかと思いますね。まあ、これはそれぞれの立場があると思うんですけど、まあ、もしかすると皆さんにとって、まあ、そういう助言者というね立場の方が、まあ、ある場合は夫であったり、ある場合は親であったり、もしくは子供であったりね、まあ、教会内の兄弟姉妹であったり、もしくは、まあ、教会外でも友人がそういうね何かの、まあ、役割を担うこともあるかもしれません。しかし一つ共通していることはですね、まあ、もし私たちが間違った方向に進んでいるならば、まあ、そういう、まあ、助言者としてね、まあ、神様が、使わされる方々が、まあ、語る言葉と私自身の考えというのは違う、もうおそらくですね違う場合が多いかと思いますね。まあ、それはあのレハベアム王の、まあ、この失敗の例から考えてみても分かるんですね。彼はまず最初に長老たちにアドバイスを求めたんですが、彼の考えと長老たちの、まあ、聖書の教えですよね、長老たちのこの教えは先ほど確認しましたけども、これが違ったので、彼はすぐに自分の考えを支持する言葉を探したんです。で、それがどこにあるかっていうのを彼は知っていたんですね。はい、まあ、彼が同じ価値観を持っている仲間たちだったら、まあ、自分のねこの聞きたい言葉を語ることを知っていた。だからそちらの方にこう行ったわけですね。はい、まあ、こういう何と言いますか、あの、まあ、彼は耳に優しい言葉だけを求める状態、まあ、いわば偏った状態で、まあ、誰かにアドバイスを求めていくわけですけども、そもそもこういうのってアドバイスにならないわけです。まあ、なぜなら、まあ、自分の聞きたい方だけを取るアドバイスというのはやはり正しい方向に導くための言葉がアドバイスになるわけですよね。だけど、まあ、そういうことではなくて、まあ、自分の考えを支持する、まあ、耳に優しい言葉といいますか、まあ、そういうものをそういうものが歓迎されるっていうのはね、まあ、これは本当の意味でアドバイスにはならないと。本当の意味でアドバイスの役割を担ったのは、まあ、この長老たちだったわけですね。なぜかというと、まあ、レハベアムにとって一番聞きたくないようなねことを彼らは言ったわけですよ。民に使えなさいと、上に立つ者は神に使えなさい、民に使えなさいというねことですね。はい、まあ、同様に私たちはですね、まあ、せっかく神様から助言者として、さまざまな立場の人たちが私たちの身の回りに置かれているにもかかわらずですね、まあ、そういった方々の言葉を軽んじて、まあ、耳に優しい言葉を言った時だけそれを受け入れたり、そういうことを言う人のところに行ってね、まあ、相談したり、まあ、そうするんだったら私たちの誤った部分、まあ、品性の欠陥といいますか、いつまでたっても修正されないということですね。まあ、しかしその修正されないままずっと人生が進んでいくと、最後は取り返しのつかない状況になってしまう、まあ、そういう危険性があるということですね。まあ、それどころか、ね、そのまま行くということは、そのような人生というのは本人だけじゃなくて周りの人にも悪影響を及ぼす恐れがあるということなんですね。まあ、実はあの私自身がまさにそういう過ちを犯してしまったということです。まあ、先ほど触れましたけど、私の弱点というのは、まあ、助言者の立場として置かれている、まあ、これ妻ですけども、妻の言葉を軽視する傾向にあったということです。なぜなら、まあ、私はですね、まあ、自分がこういう聖書を教える仕事をしているので、まあ、道徳的に正しい判断ができる人間だと自分で
まあ、思い込むようになっていったんです。だんだんとこう学んでいるうちにですね、まあ、しかしそういう思い込みが、まあ、全く根拠のない、ものだったということをね、私自身が思い知るようなことがね、まあ、今から約1年ほど前に起こったわけです。まあ、私の今までの人生の中でですね、まあ、ありえないぐらい度重なるトラブルが、これがもう重なってですね、一気にバーッときた、まあ、そういうトラブルに見舞われたことがあったんですけど、その時に私はもう本当に倒れてしまったんですね。不信仰に陥って、そして神様に背を向けて家族に対して、まあ、投げやりな態度を取ったという、まあ、それがね1年ぐらい前なんですけども、まあ、その時妻は、まあ、私がそういう状態だったのでね、助言者としての役割を果たす言葉を私に投げかけてくれたんですけども、まあ、私は常日頃から妻のアドバイスを軽視する傾向にありましたので、まあ、実はそういう時に一番最も、まあ、アドバイスをね与えるものの言葉に耳を傾けるべき必要があったにもかかわらず、私はその時も耳を貸さなかったわけです。ですので、そのような固くなな状態のまま私はその先に進むことになったわけですね。まあ、つまり私の品性の欠陥はずっと修正をされる機会を失い続けていた、まあ、私の選択によってですね。まあ、そのような中で今回私は、まあ、コロナになったわけですね。そして、まあ、最初私は自分がコロナになったことをですね、まあ、その事実に対して非常に困惑したわけです。なぜかというと、もう10年以上私は病気をしたことがなかったわけですね。で、神様からも守られているということを感謝してたし、この働きを担っているので神様が特別に守ってくださっているっていうふうに思ってました。そんな私が、まあ、突然病気になったというこの事実をどう受け止めていいか分からなかったわけですね。まあ、しかしコロナになってもう声も出なくなって咳が出て、そしてまあ物理的にですね、ここに立てなくなって療養するしかなくなって、まあその時、まあ今まで多忙すぎてですね、見えてこなかった自分の魂の問題について考える機会が与えられたんですね。まあ、そういうきっかけとなったのも、まあ、助言者である妻の言葉でした。まあ、つまり私は自分がコロナになって初めて、今まで多忙でひたすら突っ走ってきた、まあ、そういう人生がストップして、そしてそこでやっと妻が投げかけてくれた言葉に向かい合うことになったわけです。しかしその妻の言葉っていうのはですね、実はずっと同じ内容の言葉を投げかけていました。まあ、私のね、その突っ走っているその働き方がですね、本当に、まあ、病的な働き方をしてたんですね。血眼になって私働いてたようなね状態で、もう常に何かに追われているような状態でライブ配信をしなくちゃならないっていう思いだったりね、まあ、結局その根底には私自身の、まあ、功績のためといいますか、ね、毎週配信しているという功績を私は自分で、ね、そこに功績があると思ってたんですよね。だからそういう部分に気がつくことになっていくんですけども、まあ、家内が投げかけてくれた言葉によって私は自分がそういう状態にあることに気がつくわけですね。はい。まあ、今まで、ね、同じことをずっと言っていたにしても、初めてそこで耳を傾けて聞く、そして反省して悔い改めるわけですけども、まあ、そこに至るまで本当に遠回りをしてしまったということですね。で、この遠回りをしている間にやはり家族が犠牲になっているわけですね。まあ、そういう中で、まあ、特に私の娘に対してですね、まあ、私は、まあ、模範的なクリスチャンの父親として接してこなかったということを本当に思い知らされました。いつも私は教会の仕事に追われていてですね、そして、まあ、忙しくしてましたので、まあ、心に余裕もありませんでした。そして、娘に真心を愛を持って本当に娘に接したっていうことをしてこなかったんですね。まあ、そういう自分のね問題について素直に、まあ、認めたときに、まあ、私は初めて今まで妻が
たびたび投げかけてくれていた助言者としての言葉に耳を傾けるようになったと。だから私は本当にですね、そういう自分の過ちを認めて、特に家族、特に娘に対して申し訳なかったと思っているわけですね。そして私は、この失敗を通して皆さんに教訓を得てほしいと思っています。今皆さんの周りにですね、助言者という役割を担っている方がおられるかと思います。ぜひその方々の言葉にですね、耳を傾けていただきたいと思うんですね。中にはその人が助言者かどうかわからないんじゃないのと、鵜呑みにしたらダメなんじゃないのとおっしゃる方もおられるかもしれませんが、私はですね、今回も神様に祈って、そして妻が言っていたことが聖書的であるということも御言葉を通して示されています。だからそういう疑いがもしあるんだったら、ひとまず神様にお祈りして真実を神様に求めて答えを得て、それからその言葉にね、耳を傾ければいいと思いますけれども、これをしないでですね、もし大体そういうね、アドバイスを、助言者の言葉っていうのは耳に痛い言葉が多いんですけど、それをはねのけて耳に優しい言葉ばっかりを集めるんだったら、私たちの人生というのは本当に破滅に向かっているということですね。実際に聖書のね、いろんな権力者も含めて指導者も含めて、こういう人たちの人生の記録の中に、やはりこの助言者に耳を傾けることができない状況に陥っている人たちの記録を見ることができるわけですね。権力者というのは先ほどのね、このレハベアム王のようにね、やっぱり権力に頼ったり自分の力に頼ったりする部分が多くなってきますので、そのことをね、エレン・ホワイトはこう忠告しています。ダビデを堕落させたのは自己過信と自己高揚の精神であった。官源、陰険な権力の誘惑、贅沢などが彼に影響を与えずには置かなかった。周りの国々との交際もまた悪影響を及ぼした。東方の小の間の習慣に従って、国民の間では許されない罪悪が王には許された、これはだから特権、彼は特権意識を持って、そういう好き放題振る舞い始めて、ダビデはだんだんとこの、助言者の言葉をね、彼は耳を貸さなくなって、自分の思い思いに振る舞う王の姿ですね。王には国民と同様の自制をする義務がなかったのであるというのは、当時のそのダビデの様子です。こうしたことはすべて罪が甚だしく憎むべきものであることをダビデに感じさせなくしたのである。だからバテシバとウリアの件も、彼の心が本当にこう麻痺している状態だったということがわかりますね。そして彼は心を低くして主の力に頼る代わりに、自分自身の知恵と力に頼り始めた。これが多くのクリスチャン指導者たちの、同じ過ちの根拠となる、私自身も含めてそうかもしれないですね。サタンは唯一の力の源である神から魂を引き離すと、すぐに人間の肉の心の汚れた欲望を起こさせようとする。自我が勝利してくるとね、本当に好き放題振る舞うということですね。敵の働きは急激ではない。それは最初は突然でも驚くほどのものでもない。この辺が危ないんですね。原則の常識を密かに覆すってあります。それは初め神に対する忠誠と全く神に信頼することを怠るとか、世の風俗や習慣に従おうとする気持ちなどの一見小さいことから始まるとあります。つまり助言者は私たちが道を誤った時にこの小さいことを指摘してくる場合があるんです。私たちにとってはなんでこれ小さいことじゃんって思うかもしれないけども、助言者が私たちに勧告忠告してくるのはこのことなんです。だから入り口に私たちがね、立ってる恐れがあるよって、そういうことだと思いますね。これを見た時に本当に私たちの人生の旅路はなんと危険と、サタンの罠、欺瞞に
満ちていることでしょうか。ちょっとしたところから私たちは堕落してしまうわけですね。そういう私たちを破滅に導くサタンの罠がここかしこにあるわけですね。だからこそ神様は私たちの必要に応じて私たちの周りに助言者を与えられたのです。そしてこの助言者の言葉がたとえ耳に痛い言葉であったとしても、私たちはそれに耳を傾ける価値があるんです。この道に私たちが迷い出ることがないようにですね。はい、このようにして、サタンの罠から逃れつつですね、私たちの弱さを一つ一つ克服していきたいと思います。私たちは、14万4千を目指すと自分で言っているならば、本当にこういうところから着手しなければならないと思います。私も今そのことに、その必要性を感じて着手しておりますので、こういう経験の話、失敗の話、教訓の話がどうしても多くなりますけれどもね、しかし、そういう機会をですね、また今回神様が私にもお与えくださったことを心から感謝したいと思います。このチャンスをですね、本当に無駄に しないで、そしてイエス様に似るというこのことを目指してですね、前進していきたいと思います。はい、ちょっとまた途切れてしまいましたので、今これ収録だけになってますけども、後からちゃんと一本の動画にまとめられるかどうか分かりませんけど、ちょっとそれにも取り組んでみたいと思います。皆さんにね、こうしてご迷惑をおかけして申し訳ないと思いますね。はい、それでは一言お祈りをさせていただきます。愛するご在天のお父様、今回の学びの中で、私の弱点からまた教訓を得ていただきたいと思い、このことをテーマといたしました。もしかすると私と同じ弱点を持っている方もいらっしゃるかもしれませんが、どうぞこの教訓の中から助言者の言葉を助言者の言葉に耳を傾けて、そして、気づきが与えられ、その解決としてイエス様を仰ぎ見ることができますようにお助けください。この学びを閉じるにあたり、愛するイエス様の御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。ありがとうございました。